はい、ダビスタの3でございます。今回こちらを遊んでいきたいと思います。はい、急所を選びます。黒、はい、スタートです。よいしょ。スクールサンデー。おお、正直言ってですね、全然競馬は詳しくないので、そんな突き詰めてやり込んでるわけじゃないんですけど、純粋に馬を作って走らせるっていうシミュレーションゲームとしては面白いので、まあプレイしていきたいなとは思ってます。しょ、じゃあ早速ちょっと、なんか最初はね、確か子供を作らなきゃいけなくて、で本知識がある人はいろいろ血統とか含めてやってるっぽいんですけど、さすがにそこまでね、もう詳しい知識は全くないので、まあ簡単に言うと一勝ですよね。なんか一回とりあえず勝てればいいかなっていう感じで馬を作っていきたいなと思ってます。まあね、厳しい目標立ててやるんじゃなくて、ダラダラとプレイする感じになると思います。さてと、最初は安い馬でいいんでしょうかね。なるほど、どうなんすかね。やっぱりこの父や母っていう馬の血統がちゃんと出てますから、それをイメージした方がいいんだろうな。また系統で見るのか。例えば町金岩清水無料ですね。これいいっすね。な感じです。で、種付けしてもらったら時間を飛ばしていくんだろうけど、これか、カレンダーを飛ばして1年経ってもらうと子供が生まれるのではないかという、そんな感じですね。あ、生まれました。スクールサンデーの子供です。名前をつけてください。家のオスか。で、また種付けしてもらいましょうね。どうなんすかね、すごい難しいな。基本的には値段で決めた方がいいのかな。赤があるってことは、まあ、後輩がちょっとあれってことか。そうするとあんまりいい馬にならないのかな。ムクタ、健康でいいですね。お、ハイペリオンとのクロス。へえ。どんな感じでしょうね。元気です。で、売却価格である程度馬の100万安っこれダメだ売ってしまいましょう。100万って一番安いですよね。やっぱりそんなもんか。さあ、続いての馬はどうでしょうか。生まれました。そしたら今度は連邦軍に行くか。さあ、どんな感じですか。お、優秀っぽいっすね。100万円なかなか育たないっすね。選ぶ馬が悪いんでしょうか。なんとなく、一体難しいわ俺。さっきハイペリオンとのなんとかがいいって言ってたもんな。こう言ってみますか。そしたら結果を見てみましょう。あ、生まれました。
なかなかいい感じが来ないっすね。よいしょ。どんな感じですか。お、わ、すごい、800万ですって。優秀じゃないですか。じゃあこの馬ですね、ちょっとメインで育てていきましょう。ということでボール君の誕生です。名前失敗したかね。ボールにしちゃった。じゃあ今年は休憩ね。2年連続で受胎したので1年は休憩させたいと思います。はい、4月です。さてと、もうでも限界かね。一応この辺が狙いどことしてはいいんじゃないでしょうか。お願いします。 OK。 押したらどんな感じ。うん、順調ですね。じゃあまた来年を待ちたいと思います。いい3月です。様子を見てみましょう。スピード感あふれる走り、いいですね。才能が芽生えてます。頑張って。こっちはよし、準備万端。スピード重視って感じかな。うん、あとは別にないっすね。じゃあスピードを鍛えると結構良くなりそうっすね。うん、スピードだけだね。はい、4月でーす。準備 OK ですね。行きましょう。よいしょ。さあ、ここからは調教して、馬の才能をより出していくという感じですね。まずは絞っていく。で、スピード能力を上げるためにとにかく走らせる。いいですね。坂道、この辺で徹底的に走らせますか。はい、2周目。結構重いですからね。で、結構足への負担も芝走らせると強いですから、5月に放牧して休ませまして、6月7月で一気に、で場合によっちゃ8月デビュー。まだちょっと太めですか。さて、ここはがっつり走ってもらいましょう。あ、結構いいですよ。でね、坂道走ってればそんな怪我は少ないのかな。よし、戻ってきたというか上がってきた感じですかね。はい、翌週。あ、生まれました。お、メス馬ですね。ってことは直系の娘ってことか。はい、じゃあ娘の名前です。結構貴重ですね、娘ちゃん。お値段は100万か。まあこれちょっとあれですね、場合によっちゃこの牧場が生き残るようであれば次世代への血をつないでもらえますか。そしたらできればそうっすね、ボールで成功したんで、グリーングラスの子供でもう一匹お願いします。うわ、マンデーちゃんかわいいな。
そしたら厩舎に戻りまして、引き続き調教です。4月いっぱいは頑張って走ってもらいます。もうちょい痩せなきゃダメか。これで放牧出しておきますか。はい、じゃあ牧場でちょっと休憩させます。5月の4週目に入ればいいかな。いやもう資金がないっすね。はい、4週目。さあ厩舎に入ります。じゃあもうちょい調教していきましょう。同じ要領で、ちょっと調子落ちてか。この辺から少し変える感じの方がいいのかな。とはスタミナ上げなきゃいけないか。よしよしよし、ダートですかね。まあスピードも上げつつスタミナも強化。そうね、7月を迎えたいですね。この辺のタイミングで出したいっすね。ああ坂道の方がいい。いいっすね。さあ、スタミナアップ、ダート炭素どうすかね。いっぱい、マナリ、そろそろですよ。ちょっと維持。いや、この調子でいいと思うんだ。ちょっと落ちたか。OK です。さあ7月です。今いいでしょう。この段階でいきましょう。3歳の新馬戦いきましょう。頼むよ。ほうほう、こんなに優秀なレベルの高い人がいきなり乗ってくれるか。楽しみです。来ました、新馬戦です。 お意外と丸ついてますね。さあどうなるか。抑えて直線勝負。3歳新馬、
逃げ切った方が良かったかな。距離が短いもんね。上位に絡めない。作戦が悪かったか。いやこれむずいわ。逃げた方が良かったね。先行逃げ切るのが良かったかな。なるほど。難しいっす。なんと6着かな。微妙ですね。さてと、あどこに行った。札幌。おわすごい。いやさすがにここは休ませましょうよ。よしよしよし、出ましょう出ましょう。芝ダートがいいな。ないか。1200か。了解、いきます。誰がいいっすか。いいっすね。そしたらもうちょっと、おほほ、そうですか。調子上がってきましたね、ようやく。よしよしよし、頼むよボールちゃん。さあ新馬戦2度目の挑戦です。わすごい、ついてます。いや絶好調っすね。並べく前って感じでいきますか。そしたらいきましょう。さあどうですか。4番手か。これはダメだね。いけるか？上がってきた。よっしゃ、すげえ。あーナイス。人気に応えましたね。1着8番ボールです。いや見事な直線での勝利でしたね。いやいいレースでした。やりました、新馬戦優勝です。いや嬉しい。さすがに疲れているようですね。したら一旦あれですかね、放牧に出しますか。さあ一応マンデーちゃんは元気いっぱいか。ただそんなに才能はないんですよね。いや、はい、じゃあちょっと牧場に戻ったところで一旦切りたいと思います。
まあ、なんとか目標の1勝は達成しましたんで、どうでしょうね。続きでやるかどうかはまたちょっと疑問なんですけど、引き続き遊ぶようであれば、このボールちゃんを中心にして、牧場を展開させていくことになりそうですね。次に生まれる馬がどのぐらい強いかでも、多分、それ次第で場合によっちゃ破産しますからね。まあ、とりあえず、ダビスタ3、1勝を目指すの巻でしたね。お疲れ様でした。